みほとけチャンネル。新年明けましておめでとうございます。みほとけです。ナム。今回は寅年の2022年にお参りしたい縁起のいいお寺をご紹介します。今日は特別にこちら、今回光明寺の虎の間からお送りします。ということで、いろんなお寺をご紹介していきたいと思います。一つ目、黒谷の今回光明寺です。もうぜひぜひこちらの襖絵見てください。めちゃくちゃ見るからに縁起がいいでしょう。見るからに虎年に来たくなるでしょう、はい、京都の黒谷金戒光明寺というお寺に来ました。こちらは法然上人が修行を終えて降りてきて、ここで初めて庵を結んで、まあ、つまりは小さい建物を建てて、ここでお念仏仏教を広めていくぞということを始めた土地、それが京都の黒谷でございます。で、まあ、金戒光明寺とってもとっても歴史のある大きなお寺なんですけれども、こちらはその大宝城という建物にある虎の間です。めちゃくちゃ縁起がいいです。こちらの襖絵は明治に生まれて昭和に活躍した日本画家の久保田金銭という人が描いたものです。そしてこの今回光明寺さんの虎の襖絵、いろんなからくりがあるんですよ。まあ、これはぜひ来てからのお楽しみで、実はここに来たらお寺の方が教えてくれるんですけど、あんまりネットには出してほしくない、お寺の方も出していないということで、私からも言いません、すいません。ぜひ皆さんこちらの襖絵を見に来た際はお坊さんにからくりがあること聞いてみてください。一つだけ言っていいよって言われたのが、こちらの一番、まあ、向かって右手にいらっしゃるこちらの虎さんね、皆さん目が合いませんか。三方睨みの虎と言われていて、これはどこの方向から見ても目が合うということで、不思議な不思議な表現がなされているという虎です。このカメラで見るとよくわかりますよね。普段この法城は開けていないんですよ。ただ毎年秋の紅葉のシーズンですね、特別拝観というのをしていまして、一般の方が入れるようになりますので、ぜひ皆さん秋になった際はこちら虎の間来てみてください。はい、で虎年ということで、黒谷さんからは限定の御朱印も授与されます。数量限定ですし、こちらお出しする期間も決まっているので、詳しいことは黒谷さんのホームページとかツイッターでよく最新情報流れておりますので、チェックしてください。またこの虎の襖絵をモチーフにした御朱印帳も販売されます。こちらも販売始まる期間などなどはツイッターなどでご覧ください。ということで、虎年の縁起のいいお寺、デレン黒谷今回光明寺さんでした。2つ目、虎年に縁起のいいお寺、虎年の守り本尊虚空蔵菩薩がいるお寺です。まあ、聞いたことない菩薩様だと思います。まあ、見た目としては髪の毛は宝冠をかむっていて、すごくかゆい上げておしゃれなこうヘアスタイルをしていて、で右手に剣、宝剣、そして左手に如意宝珠という知恵が詰まった玉を持っていらっしゃいます。この虚空蔵菩薩様、どんなご利益があるかなと言いますと、虚空蔵っていうのがむちゃくちゃ大きな大きな蔵だと思ってください。宇宙ぐらい大きいです。宇宙ぐらい大きいところには仏様の知恵とか慈悲がパンパンにこうあるんですね。ここから少しずつ拝む人にその知恵なり慈悲なりを分けてくださるっていうのが虚空蔵菩薩様なんですよ。つまり虚空蔵菩薩様は知恵とか記憶力とか慈悲を司るという仏様ですね。だからすごく賢くなりそうですよね。受験控えてる方とか、ボケが気になるなという方とか、もうちょっと頭が変えてよくなりたいなみたいな方、お仕事に悩んでる方などなど、ぜひ虚空蔵菩薩さん拝んでみるといいと思いますよ。守り本尊っていうのは、その干支に生まれた人を守る、余計をするとか福を招くとか、そういうことですね。なので虎年の方はぜひとも虚空蔵菩薩様のいるお寺にお参りして、自分の今年1年さらに飛躍しますようにと祈ると、必ずいいことがあると思います。さらに寅年じゃない人も安心してください。虚空蔵菩薩様本年大キャンペーン中です。寅年じゃなくともご利益あると思いますよ。ではどこのお寺がいいのかと言いますよね、実は虚空蔵菩薩様って東大寺にいるんですよ。あの大仏様、あの左隣に実は虚空蔵菩薩様いるんですよ。
で、奈良の大仏様めちゃくちゃでかいじゃないですか。十何メートルってあるので気づかないんですけど、その左脇にいる虚空蔵菩薩像もめちゃくちゃでかいです。はい、ぜひね、東大寺行ってみた際は左隣にも注目してみてください。他にも虚空蔵菩薩って1体じゃなくて5大虚空蔵菩薩といって、5つで1つのチームになることがあるんですよ。京都の東寺、お顔とっても美しいんですよ。五大虚空蔵菩薩さんっていろんな動物に乗っかってるんですね。クジャクとかシシとか、もうその動物の表現がめっちゃ可愛いんですよ。あと鎌倉は実は虚空蔵堂という小さい小さいお堂があるんですよ。虎年2022年に縁起のいいお寺、3つ目、毘沙門天をお祭りしているお寺です。毘沙門天って七福神の中にいる方としても聞いたことあるんじゃないですかね。毘沙門天という名前ですけれども、この方別名多聞天という名前にもなりまして、四天王像、はい、四天王像の中の一員としてもいらっしゃいますし、この多聞天がソロ活動すると毘沙門天という名前になる、まあそんな方なんですけれども、毘沙門天は戦いの神です。手には剣を持ってて、多宝塔といって仏様のことを象徴する塔ですね、を手にこう掲げていて、だいたいこういうポーズとってこうやってますね。これは戦の神と言われております。戦いに勝つためにこう武将が祈り、勝ち守りをしてくださるっていうね、将軍が上がるっていう、そういう、まあ、仏様の中でも天武と言われる仏法を守る神様というところの位置づけの方です。はい、なのでこの毘沙門天は戦の神ということで、時は遡ること飛鳥時代に、聖徳太子が通仏派だの廃仏派だのでこういう争いをしている時に、毘沙門天にお願いをしたんですね。この戦で勝ってこそこの国を仏様で治めるんだということで、そしたらなんと寅年の虎の日の虎の刻に毘沙門天がドーンと現れてくれて、もうたちまち戦に勝たせてくれたっていう、まあ、つまり寅年と毘沙門天の縁ってすっごく深いってことなんですよね。毘沙門天の使いのものが虎とも言われています。なので寅年にこそ毘沙門天さんのところにお参りしてほしい。そしてその聖徳太子が毘沙門天さんにお願いするために彫った毘沙門天像が収められているのが市議さんの長後村市寺です。奈良県です。めちゃくちゃ大きな張り子の虎のこんなのがいらっしゃってて、めちゃくちゃ映えスポットです。こちらね、なんと12年に一度虎年だけこの毘沙門天がご開帳されるんですね。まご開帳が行われます。12年に一度です。ぜひ行ってみてください。また京都の鞍馬寺でも同じく毘沙門天が虎の年の虎の日の虎の刻に守ってくれたという話があります。毘沙門天信仰の聖地として人気ですね。特徴としては狛犬が犬じゃなくて虎なんですよ。他にも毘沙門天さんを祀っているところっていうのは、実は虎が横に携えられていることが多いですね。京都だと建仁寺太中の両側院の毘沙門堂、関東だと神楽坂にある全国寺さんも毘沙門天のお寺として有名で、虎の月の虎の日にご開帳をされております。なので1月は3回ぐらいチャンスがあるんですかね。こちらも狛犬でなく狛虎がいます。狛虎が可愛いんですよ。なんとなく癒し系みたいな、なんとなくやっぱ猫っぽいですよね。虎って猫科なんですかね。なんかにゃんちゃんみたいな可愛いんですよ。ぜひね、コマトラ、毘沙門天のいらっしゃるところ行ってみてください。あとは所沢にも有名なところありますね。そこは身代わり虎っていうのがあって、虎の小さいお人形に自分の名前と身代わってほしいことを書くと、その虎が身代わりにそっちを受け負ってくれるんで自分は助かるってことがあるんですよ。だから例えば何かに合格したいって思ったら、その虎に不合格って書くと虎が代わりに不合格になってくれて、こっちが受かるっていう身代わりシステムっていうのがあるんで、ぜひね、私行きたいと思います。多分貧乏とか書いたらそっちが代わりに貧乏になってくれて自分がお金持ちになるのかな。まあ、でもね、こういうのって大体自分の私利私欲のために書いちゃうと失敗するんですって。仏様にお願いすることっていうのはみんなが幸せになるようなことが描かれてるといいらしいですよっていう豆知識。今年は勝負だぜって方はもうぜひぜひぜひ行ってみてください。2022年ぜひ行ってほしいお寺は深大寺。深大寺の虎年というのが深くてですね、実は深大寺の開いた満空上人というお坊さんのおばあちゃんの名前が虎って名前らしいです。
さらにですね、深大寺を開く理由にもなった深大大王という、まあ、神様ですね。その方が、深大大王さんがある時、とある少年と娘さんを守ってくれた。で、その守ってくれた娘さんと男の子の間にできた子供が満空上人と言って、まあ、自分らの両親助けてくれてありがとうということで、深大寺が深大大王のお寺、深大寺というので開かれたんですね。満空上人がお父さんの願いによって深大大王を祀る建物を建てたんですけど、そこに深大大王をぜひこちらを守ってくださいと言って、深大大王がドドンと現れてくれた。その時が正月7日の虎の年、虎の月の虎の日の虎の時刻だったということで、かなり虎とご縁が深いんですよね。この話、聖徳太子が毘沙門天に守ってくださいとお願いした、その日が虎の日だったということと似てるんですけど、深大寺では毘沙門天が深大大王の化身だと言われてるんですよね。ということで、同じく虎とも縁が深い深大大王様がいらっしゃる深大寺、はい、ということで、深大寺の深大大王伝説が実は虎と縁が深かった。ここから豆知識さらに続くんですが、東京事変さんが最近出した新曲で仏だけ散歩って曲があるんですけど、アクセスじゃ断然深大寺っていうね、歌詞に深大寺が出てきます。で、2022年の初詣ポスターは厄除けは万全深大寺乗っかってます。皆さん、楽しい深大寺のお参りも行ってみてください。最近新しいお堂を作るため のご寄進を集め始めておりますので、そちらもご協力よろしくお願いします。2022年行ってほしいお寺、京都の六波羅蜜寺です。はい、というのも、今年の3月から東京国立博物館で空也上人と六波羅蜜寺という特別展が開催されます。こちら、みほとけが公式ファンクラブの公式サポーターをさせていただいております。公式を2回も言いました大盛り上がり間違いなしなんですよ。まあ、空也上人、この彫刻自体は鎌倉時代に制作されたんですけれども、この方っていうのは平安時代の中期に活躍されたスーパーヒーローお坊さんなんですね。スーパーヒーローお坊さんがこの京都の街で起こした様々な功績がいろいろあるのが伝わっている仏様仏像などがダッと東京に来ます。そして、その空也上人のお寺六波羅蜜寺には運慶ともとってもゆかりが深くてですね、運慶自身が彫ったものもありますし、運慶自身の肖像の彫刻もあります。また、その六波羅蜜寺があるゾーンっていうのは平家の屋敷ゾーンだったんですね。なので、平の清盛像と伝わるお像もあります。これがすっごく渋くてね、かっこいいですよ。はい、まあ空也上人のかっこよさももちろんあるんですけれども、さまざまな名品、名宝が、名物がいらっしゃいますので、ぜひ東京国立博物館に来てください。今年は六波羅蜜寺が熱い。さあ、ということで、いろいろなところで寅年2022年人気のいい場所をご紹介しました。ぜひね、毘沙門天とか虚空蔵菩薩とか虎とか、そういうキーワードプラス自分の地元で検索すると、その地元に近いところにある毘沙門天様だったり虚空蔵菩薩様だったり寅年の縁起のいいお寺さん出てくるので、そういう検索の仕方もぜひしてみてください。さあ、ということで、お送りしました、みほとけの2022年お参りしてほしいお寺ご紹介、こちら黒台の今回光明寺さんの虎の間よりお届けしました。それでは、本年もどうぞよろしくお願いいたします。以上、みほとけでした。ナム、良いお年を過ごしましょう年末みたいな挨拶。